人の地球の北陸地方が夏休みに終わると関係高めの地域が続くでしょう。日中の最高気温が35度前後の予想で、なんとも猛烈な寒さとなり、入念な熱中症対策が必要です。日中日から毎週中頃に対しての寒さが続くでしょう。